皆さんこんにちは。今日は民進党の全国青年大会ので、高知に来ています。その前に、広め市場という市場で、観光客向けの市場なんですけど、そこに来て、カツオを食べました。高知といえばカツオが有名で、たたきを食べ、塩のたたきでなかなか食べることがないので、貴重な経験で、とても美味しかったです。でこの後は、胡蝶さんのプレゼンがあり、胡蝶さんのプレゼンを今後参考にして、いろいろと勉強したいと思います。そして、高知城や博物館に行くので、高知と佐野の歴史について学びたいと思います。以上です。